第1ゴルボー氏今から40年ばかり前のことである一人でぶらりと歩き回って三平トリエールの奥深い裏通りへ入って行き大通りをイタリー市門の方まで進んでゆくとついにもうパリの街も尽きたと思われるような一角に達するのであったそこは通行人があるところを見ると僻地でもなく 人家や街路があるところを見ると田舎でもなく、田舎の街道のように通りにはわだちの跡があり、草が茂っているところを見ると町でもなく、人家がごく高いところを見ると村でもなかった。では一体どういうところなのか。人が住んではいるが、誰の姿も見えない場所であり、ひっそりとしてはいるが、やはり誰かがいる場所であった。それは大都市の一並木街であり、 パリの一街路ではあるが夜は森の中よりも一層恐ろしく昼は墓場よりも一層陰気だったそれはマルシェ・オー・シュボウ馬市場という古い一角であったその馬市場の壊れかかった四つの壁の向こうまで進んで行きプティ・パンキエ街をたどり高い壁で囲まれた菜園を右手に過ぎ 大きな海だぬきの巣に似た短皮の束が立っている薪場のところを通り木片やノコギりクズやカンナクズなどが山となってその上には大きな犬が吠えておりまた木材がいっぱい並べてある庭のところを通り締め切った真っ黒な古紋がついていて春には花を開く苔で覆われている長い低い壊れかけた壁のところを通り張り札を金図と大きい字が書いてある朽ち果てた 汚い土蔵の壁のところを通って行くとついにビーニューサンマルセルセ街のの角までで行けるのであった。その辺はあまり人に知られてないところだったそこにある一つの工場のそばには両方の庭に挟まれて当時一軒の破屋があったそれは外から見ると百姓屋くらいの小ささだったが実際は大街道ほどの大きさをしていた側面の切り妻で通りに面していて そのために外観の驚証を来たしているのだった。ほとんど家の全体は通りから隠れていた。ただ戸口と一つの窓とが見える霧だった。その破屋は二階建てだった。それをよく眺めるとき、第一に不思議な点は、戸口は単なる破屋の戸口らしい粗末なものに過ぎないのに、窓の方は、それがもし荒石の壁の中に開けられているのでなく、 霧石の中にでもこしらえられていたら立派な邸宅の窓としても恥ずかしからぬほどのものだった戸口はただ腐食した木の板でできていてその板はいい加減に四角に割った薪のような横木で無造作に留めてあった戸口はすぐに急な階段に続いていた階段は段が高く白塗りで泥と塵とにまみれ戸口と同じ幅になっていて 表の通りから見るとはしごのようにまっすぐに上っていて2つの壁の間に暗がりに消えていた戸口がついているぶざまな壁口の上の方は狭い薄板で張られその薄板の真ん中に三角形の小窓が開けられていて戸口が閉められる時には軒窓ともなり小窓口ともなっていた。戸口の内側には、 印気に浸した2筆で「52」という数字が書いてあり薄板の上方には同じ筆で「50」という数字が書き殴ってあった全くどちらが本当かわからなかった一体何番地なのか戸口の上からは「50番地」と言うし戸口の中からは反対,に反対していや「52番地」だという三角形の小窓には「 塵にまみれた何かのボロが旗のようにかかっていた窓は大きくて高さも十分であり鎧戸もあり大きな窓ガラスのカマチもついていたただそれらの大きなガラスには主樹な割れ目があって器用に紙で貼って隠してあるのでまたかえって目立っていた鎧戸は留め金が外れてぐらぐらしているので家のものを保護するというよりも むしろ下をを通る人々に不安を与えていた日よけの横木がところどころ取れていてそこには板が縦に無造作に打ち付けてあったそれで初めは鎧戸だったものがついには板戸となったありさまである時勢遅れのようなその戸口と壊れてはいるが相当なその窓とが各同じ家に見えることはちょうど不似合いな二人のこじを見るようなもので。 二人は一緒に並んで歩いてはいるが同じようなボロのうちにも各異なった顔つきをしていて一人は元来の伍爾であるが一人は元一個の紳士であったらしく思えるようなものだった階段は建物の一部に通じていてそこは極めて広くちょうど納屋を住宅にしたもののようだった建物の中には蝶のように廊下が続いていて それから左右に主樹な大きさの部屋らしいものがあったがそれもようやく住まえるだけのもので部屋というよりむしろ小屋といった形であるそれらの部屋は周囲の空き地に面していたそしてどれも皆薄暗く荒々しくほの白郎く陰鬱で墓場のようだった隙間が屋根にあったり扉にあったりするのでそれを通して冷たい光線が落ちてきたり 凍るような寒風が吹きき込んでたたりしたそのどうにか住宅らしい建物のうちで面白い見事な一つの点は入り口の戸の左手に大通りに面して身長くらいの高さのところに塗りつぶした軒窓が一つあって四角なくぼみをこしらえて通りがかりの子供らが投げ込んでいった石がいっぱい入っていた。 この建物の一部は近頃壊されてしまったけれども今日なお残っているものを見ても昔のありさまが察せられるその全部の建物はまだほとんど百年の上にはなるまい百年といえば教会堂ではまだ青年であるが人家ではもう老年である人間の住居は人の短命にあやかり神の住居は神の衛生にあやかるものらしい。 郵便配達府はその破屋を「五十五十二番地」と呼んでいたけれどもその一角では「ゴルボ屋敷」という名前で知られていたこの呼び名の由来は次の通りである「本草学者が雑草を集めるように手樹な逸話をかき集め記憶のうちにくだらない日付を針で止めることばかりをやっているサジ収集からは全世紀1770年頃、 コルボーにルナールというシャートレイ裁判所付きの2人の検事がパリにいたことを知っているはずであるラ・フォンテーヌの物語にあるカラス・コルボーとキツネ・ルナールとの名前であるいかにも法曹界の日明かしの種となるに適していたそして間もなく変な文字塗の宿が法廷の廊下に広がっていったコルボー先生は記録に留まりて 差し押さえ物件を加えて至りぬ。ルナール先生は匂いに惹かれて、次のごとくに話をしかけぬ。やあ、こんにちは、うんぬん。かっこ、役者中。ラ・フォンテーヌの物語の始めを参考までに書き下す。カラス先生は木の上にとまって、くちばしにチーズを加えていた。狐先生はその匂いに惹かれて、こんな言葉を彼にかけた。 やあこんにちは。ンン「2人の律儀な法律家はそういう霊表を苦にし自分の後ろからドッと起こる小生に少なからず威厳を傷つけられて名声を変えようと決心しついに思い切って国王に請願したちょうど一方には法王の徳派公使と他方には裸楼柱英文数機間とが2人ともうやうやしくひざまずき 陛下の御前においてとこから起きてきたご長愛のデュパリー夫人のあらわな両足に各自上靴をお履かせ申したその日に請願書は国王ルイ15世に差し出された。笑っていられた国王はそれを見てなお笑われて心地よく2人の司教の方から2人の検事の方へ向かわれその2人の法官の名前をある程度まで許してやられた。 で、国王の隠居を持ってコルボー氏は名前に濁点を付して「コルボー」と名乗ることができたまたルナール氏の方は「プ」の字を頭につけて「プルナール」と名乗ることができたが前者ほど幸せでなかったというのは第二の名前も第一のほとほとんど似たり寄ったりだったからであるところでその辺の言い伝えによればその「ゴルボー氏」がオピタル大通り 番地の屋の所有者であったそうであある。あの立派な窓をこしらえさせたのも彼自身であったとかそういうわけでその羽奥は「ゴルボー屋敷」という名前をもらっていた5052番地の家のすぐ前にはオピタル大通りの並木の間に半ば枯れかかった大きなニレの木が一本立っていた家のほとんど正面に ゴブラン,シモンの回路が開けていたその街路には当時人家もなく敷石もなく季節によって緑になったり泥をかぶったりする醜い樹木が植えられていてパリの外郭の壁にまっすぐに通じていた硫酸の匂いがそばの工場の屋根から息をついて吹き出ていた指紋はすぐ近かった1823年には外郭の壁もまだ残っていた その指紋は人の心に痛ましい幻を与えるものであったそれはビセートルへ行く道であった帝政及び王政復古の時代に死刑囚らが刑執行の日にパリへ入ってきたのはそこからであった1829年頃にあのいわゆるフォンテーヌ・ブルー指紋の殺人事件が行われたのもそこにおいてであったそれは実際不思議な事件で 関係もその犯人らを発見することができず全く不明に終わった惨劇でついに解決を得なかった恐ろしい謎であったそれから数歩進むとあの不吉なグルールバルブ街になってそこではあたかもメロドラマの中に見るようにユルバックがイブリーの羊飼い女を雷鳴のうちに刺し殺したのであったなお数歩進むと サン・ジャック・シモンのところの頭を切られた嫌なニレの木立のところに達する。あの迫哀者らが弾頭台を隠すに用いたところであり死刑の前にたじろぎながら堂々とそれを廃することも元としてそれを継続することもあえてできなかった商人や市民などの階級の老烈不名誉なる形状であった。今より37年前に、 常に恐ろしいほとんど宿命的なそのシャンジャックの広場を他にしてこの陰鬱なオピタル大通りのうちでの最も陰鬱なところといえば5052番地の破屋のある今日でもあまり人の好まぬその一宮であった町屋はその後約25年ものちにならなければそこには建て始められなかった当時そこは極めて陰惨な場所であった 前に述べたような惨劇を思い起こさせる上に丸屋根の見えるサルペートリエール救山院とすぐ柵が近くにあるピセートル救山院との間に挟まっていることが感じられたすなわち女の狂人と男の狂人との間にあることが目の届く限りただ土牛場や市の外壁やところどころに兵衛や総員に見るような工場の正面などがあるばかりだった。 どちらを見ても板小屋や白亜塗り模布のような古い黒壁や京化扉のような新しい白壁どちらを眺めても平行した並木直線的な追平平面的な建物冷ややかな長い線とわびしい直角土地の工程もなければ建築の綾もなく一つの飛ださえもない前景が氷のようで規則的で見にくかった。 およそシンメトリーほど人の心を締め付けるものはない。シンメトリーはすなわち剣体であり、剣体はすなわち悲愁の根本である。絶望はあくびをする。苦悩の地獄よりもなお恐るべきものがあるとするならば、それはまさしく剣体の地獄であろう。もしそういう地獄が実際に存在するものであるならば、そのこのオピタル大通りの一辺はまさにその通路であったろう。 けれども、夜の幕が下りてくる頃になると明るみが消え去ってゆく頃になるとことに冬には夕暮れの寒風がニれの最後の下がればを吹き払う頃になるとそしてあるいは闇が深く星の光もない時あるいは月光と風とが雲の隙間から落ちてくる時このオピタル大通りはにわかに恐ろしい趣に変わるのであった。ものの直線的な輪郭は、 闇のうちに沈み込み、姿を隠して、あたかも無限の一片のように思われてくる。そこを通る者は、無数の惨劇の言い伝えを思い出さないわけにはいかなくなる。多くの犯罪が行われたその土地の赤箔さのうちには、何か恐ろしいものがこもっている。闇の中には罠が張られているような感じがする。漠然たる形の物影が、みな怪しいように思われる。 並木の間に見える長い四角な空が墓穴のように感じられる。昼間は見にく,く夕方は物寂しいが夜は陰惨となる夏の夕方などは煮れの木の下に雨に朽ちた腰掛けの上に座ってるばあさんなどがあちこちに見られたそれらのばあさんたちはよく人に施しを求めていたなおその一角は 古くさびれてるというよりもむしろ廃れきったようなありさまではあったがその当時から次第に面目が変わりつつあったすでにその頃からその変化を民とする者は急がなければならなかった日々に全体のうちのどこかが消滅しつつあった今日はもとよりもう20年も前からオルレアン鉄道の発射場がその古い罵声の横に設けられて そこに働きかけていた主婦の外れのどこかにある鉄道の支店が設けられる時にはその罵声の一角は死滅して一つの市街が生まれるものである民衆の大中心地たる都市の周りにおいてはそれらの強大なる機械の響きに石炭を食い火を吐き出すそれらの驚くべき文明の馬の息吹に生命の目に満ちた土地は震え動いて口を開き 人間の古い家は崩れ落ち新しい家がそびえてくるオルレアン鉄道の停車場がサルペ・トリエールの一角に侵入して以来サン・ビクトリの堀や植物園などに沿っている古い狭い街路は駅馬車や辻馬車や 乗りい馬車などの群れが毎日34回激しく往来するために震え動きいつしか両側の人貨は左右に蹴飛ばされてしまった全く事実でありながらユーダにおかしな事柄が世にはあるものである大都市においては太陽は南向きの人貨を生み出し大きくなしてゆくということが真実であるごとくに頻繁なる馬車の往来は 街路を広くするとということも確かな事実である。そしてそこには今や新生命の兆候が明らかに見えているその田舎風な古い一角のうちに最も石禅たる片隅にまだ通行人さえもないようなところにさえ敷石が見られ歩道の区画も次第にはいのびようとしているある朝1845年7月のある記憶すべき朝 チャンのいっぱい入った黒い釜が煙っているのがそこに突然見られた。その日こそ文明はそのルールシーヌ街に到着し、パリはそのサンマルソーカク街まで入ってきたと初めて言うことができたのであった。2. フクロウとウグイスとの巣ジャンバルジャンが足を止めたのはゴルボー屋敷の前であった。野生の鳥のように最も寂しい場所 彼は直分の中を探って一種の合鍵を取り出し戸口を開き中に入りそれから注意して戸口を閉めコゼットを折ったまま階段を上っていった階段を上りきって彼はポケットからもう一つの鍵を取り出しそれでまた別の扉を開いた彼が入ってすぐにまた閉め切ったその部屋は かなり広い一種の屋根部屋みたいなありさまをしていて床に敷かれた一枚の布団と一つのテーブルと数個の椅子とが備えてあったストーブが一つ片隅にあって火がもされて置きが見えていた表通りの街灯がその貧しい部屋のうちにぼんやりした明るみを投じていた奥の方に別室があって畳寝台が置いてあった ジャンバルジャンは子供をその寝台の上に抱えていって目を覚まさないようにそっと下ろした彼は火打ちを打ち合わしてろうそくをともしたそういうものは皆前もってテーブルの上に用意されていたのであるそして彼は前夜のようにコゼットの顔を眺め始めたその目つきには喜びの情があふれて親切と情愛との表れは今にもはち切れそうであった 小娘の方は極端な強さか極端な弱さかにのみ属する心許した静安さを持って誰と一緒にいるのかも知らないで熟睡しどこにいるのかも知らないで眠り続けていたジャンバルジャンは身をかがめて子どもの手に唇を当てた9ヶ月前には長野眠りについたその母親の手に彼は唇を当てたのであったその時と同じような 悲しい痛切な経験な感情が今彼の心にいっぱいになった彼はコゼットの寝台のそばにひざまずいたもうすっかり夜が明け離れても子供はまだ眠っていた12月の太陽の青白い光がその寂しい部屋の窓ガラスを通して影と光との長い筋を天井に落としていたその時突然 重く荷,を積んだ荷車が大通りの真ん中を通ってその部屋を嵐が襲ってきたかのように揺り動かし土台から屋根まで沈動さした「はいおかみさん」とコゼットはびっくりと目を覚まして叫んだ「ただいまただいま」そして彼女はまだ眠たさにまぶたも半半ば閉じたままで寝台から飛び降り壁の隅の方へ手を差し出した。 ああ、「どうしよう放棄は」と彼女は言ったその時彼女は初めてすっかり目を開いたそしてジャンバルジャンの微笑んでる顔を見た「ああそうだった」と彼女は言った「おはよう」「子供は天性自ら幸福と気液であるからすぐに親しく気液と幸福とを受け入れるものである」 コゼットは寝台の下にある人,間人形のカトリーヌを見つけ、それを取り上げた。そして遊びながらジャンバルジャンへいろんなことを尋ねた。ここはどこであるか、パリーとは大きな町であるか、テナルディエの神さんのいるところから遠いのか、戻って行かないでもよいのか、その他いろいろなことを。それから不意に彼女は叫んだ。本当にここは綺麗だこと。 実はみすぼらしい小屋同様であったが彼女はそこで身の自由を感じたのだった「掃除をしましょうか」とついに彼女は言った「お遊び」とジャンバルジャンは言ったそういうふうにして一日は過ぎたコゼットは別に何にも詮索しようともせずその人形と老人との間にあってただもう無性にうれしかった3 二つの不幸を集まって幸福を作る。翌日の明け方、ジャン・バルジャンはまだコゼットの寝台のそばにいた。彼はそこで身動きもしないで待っていて、コゼットが目を覚ますのを見守った。ある新しいものが彼の魂の中に入ってきていた。ジャン・バルジャンはかつて何者をも愛したことがなかった。二十五年前から彼は世に孤立していた。 彼はかつて父たり愛人たり夫たり友たることがなかった。時計上における彼は賢悪で陰鬱純潔で無学で評判であった。その老朽との心は少しも悪ずれていなかった。頭に残っている姉と姉の子供たちのことも漠然として遥かでついには全く消え失せてしまった。 彼はその人々を見いださんためにあらゆる手段を尽くしたがどうしても見いだすことができなくてついには忘れてしまった人間の性質というものはそうしたものであるその他の青春時代の優しい情緒ももしそういうものがあったとしても深淵のうちに消滅してしまっていたしかるにコゼットを見た時コゼットを取り上げ連れ出し救い出した時 彼は自分の腹綿が動き出すのを感じた。彼のうちにあった情熱と愛情とはすべて目覚めて、その子供の方へ飛びついていった。彼は子供が眠っている寝台の近くに寄っていって、喜びの情に震えていた。彼は母親のようなある内心の熱望を感じた。そしてそれが何であるかを自ら知らなかった。 愛し始める心の大なる不思議な動きこそは極めて理解し難いまた優しいものなのである。年を至る哀れな初々しい心よ。ただ彼は55歳でありコゼットは8歳であったから彼が生涯のうちに用えたすべての情愛は一種の夕べからざる輝きのうちに溶け込んでしまった。それは彼が出会った第二の発行であった。 あのミリエル司教は彼の心の地平線に徳のあけぼをもたらしコゼットはそこに愛のあけぼをもたらした初めの数日はその甲骨のうちに過ぎ去ったコゼットの方でもまた自ら知らずして別人となってしまった哀れなる幼き者よ母に別れた時はまだごく小さかったのでもう母のことは頭に少しも残っていなかった 何にでも絡みつくブドウのわかめのような子供の通性として彼女も愛しようとしたことがあったしかしそれはうまくいかなかった皆が彼女を排斥したテナルディエ夫婦もその子供たちもまた他の子供たちもで彼女は犬を愛したがそれも死んでしまったそれからはもう何者も彼女を好むものはなく誰も彼女を好むものはいなかった 語るも悲しいことではあるがそして前に述べておいたことではあるが彼女は8歳にしてすでに冷ややかな心を持っていたそれは彼女の罪ではなかった彼女に欠けているのは愛の能力では決してなかった悲しいかなそれは愛する機会であったそれゆえ初めての日からして彼女のうちの全ての漢字と考えとはそのおじいさんを愛し始めたのだった 彼女はかかつて知らなかったた。気持ちを覚えた花が開くような一種の心地をおじいさんはもう彼女には年老いているとも貧しいとも思えなかった彼女の目にはジャンバルジャンは美しかったちょうどその物置のような部屋がきれいと思われたようにそれはあけぼのと幼年と青春と亀裂との作用である そして新たな土地と生活も多少それを助ける。牢屋の上に映ずる美しき幸福の影ほど心よいものはない。人はみな楽しい幻の部屋を生涯に一度は持つものである。自然は50年の歳月の隔たりをもって、ジャンバルジャンとコゼットとの間に深い溝を置いていた。しかし運命はその溝を埋めてしまった。 年齢において異なり不幸において相似たる2つの猫木にされた生涯は運命のためににわかに一つところに持ちきたされ不可向の力を持って結合させられたそして両者は互いに補い合ったコゼットの本能は父を探し求めジャン・バルジャンの本能は一つの子供を探し求めていた互いに出会うことは互いに見いだすことであった 彼らの二つの手が相触れた神秘な瞬間に、はやその二つは漏着してしまった。それら二つの魂がまみえた時、両者は互いに求め合っていたものであることを感じて、互いに固く抱き合ってしまった。最も深い絶対的な意味において、いわば墳母の壁によってすべてのものから隔てられて、ジャンバルジャンは山目であり、コゼットは孤児であった。 そしてそういう境界のために天国的にジャン・バルジャンはコゼットの父となった実際シェルの森の中で闇の中にジャン・バルジャンの手がコゼットの手を取った時コゼットの受けた神秘な印象は一つの幻影ではなくて現実であったその子供の運命のうちにその男が入ってきたことは神の出現であったそれにまたジャン・バルジャンは隠れ家をよく選んでいた 彼はほとんど隠るところなき安全さでそこにいることができた彼がコゼットと共に住んだ別室付きの部屋は大通りに面した窓のついている部屋だったその窓はこの家のただ一つのものだったから前からも横からも隣人に見られる恐れは少しもなかったこの5052番地の建物の1階は荒廃した小屋同然同様で 八百屋などの物置になっていて二階とは何らの交渉もなかった二階と一階とを隔てる床には引き戸も階段もなくその破屋の横隔膜のような管があった二階には前に言った通り多くの部屋と数個の屋根部屋とがあったがただその一つに一人の婆さんが住んでるのみだったその婆さんがジャンバルジャンに一切の用をしてくれた その他には誰も住んでいなかった。婆さんは貸屋主という名義であったが実は門番の役目をしてるに過ぎなかったクリスマスの日にジャン・バルジャンに住まいを貸してくれたのはその婆さんだったまだ年金は持っているがスペインの功績に手を出して失敗したので孫娘と共に住みに来るのだとジャン・バルジャンは婆さんに言っておいた。 彼は6ヶ月分の前払いをして前に述べた通りの道具を良質に備えるようにばあさんに頼んでおいたその晩暖炉に火を焚き2人が来る準備をすっかりしてくれたのはそのばあさんだった数週間過ぎ去っていった2人は惨めな部屋の中に楽しい生活をしていた夜明け頃からもうコゼットは笑い戯れ歌っていた 子供というものは小鳥と同じく朝の歌を持っている。時とするとジャンバルジャンはコゼットのひびの切れた真っ赤な小さい手を取ってそれに唇をつけることもあった。哀れな子供はいつも打たれることばかりに慣れていたのでその意味がわからずに恥ずかしがって手を引っ込めた。また時にはコゼットは真面目になって自分の小さな黒服を眺めることもあった。 彼女はもうボロではなく喪服を着ていた彼女は悲惨から出て普通の生活に入っていたジャン・バルジャンは彼女に読み方を教え始めた彼はそうして子供につづりを言わせながら自分が時計上で読み方を学んだのは悪事をなさんがための考えからであったことを時々思い出したその考えは今では子供に読み方を教えることに変わっていた そしロそチュートは天使のような思い沈んだ微笑を漏らしたそこに彼は天の配慮を感じ人間以上の何かの意志を感じ我を忘れて瞑想にふけるのであったよき考えも悪しき考えと同じくその深い淵を持っているものであるコゼットに読み方を教えることまた彼女を遊ばせること そこにほとんどジャンバルジャンの全生活があった。それからまた彼は母親のことを語って聞かせ、神に祈りをさした。コゼットは彼をお父さんと呼んでいた。それより他の名を知らなかった。コゼットが人形に着物を脱がし着せたり脱がしたりするのを眺め、また彼女が歌いさざめくのに耳を傾けて、彼は幾時間もじっとしていた。 その時からして、人生は興味にに満ちたもののように思われ、人間は善良で正しいもののように感じられてもはや心の内で何人をも咎めずまた子供に愛せられている今となってはごく老年になるまで生きながらえるに及ばないという理由は何ら認められなかったあたかも麗しい光明によって輝かされるがようにコゼットによって輝かされる未来を 彼は自分に見出していた。およそいかなる善人といえども全く指針を有しないものはない彼も時としてはコゼットが美しくはなるまいと考えて一種の満足を感じていたこれは一個の試験に過ぎないがしかし我々は勘がうるところを全てここに行ってしまいたいすなわちコゼットを愛し始めた頃のジャンバルジャンの状態を見てみるに なお正しい道を続けて進むのにその支持者が必要でなかったかどうかは疑わしいところである彼は人間の悪意と社会の悲惨等を新たなる方面より目に見たのであったもちろんそれは不完全でただ一事実の一面間に過ぎないものではあったがそしてファンティーヌのうちに概略された女の運命とジャベルのうちに具現された貢献等を目に見たのであった。 彼は時計上に戻ったそれもこの度は善を成したがために彼は新たなる苦しみを呑んだ剣悪と疲労とにまた捕らえられた司教の記憶さえも後にまた勝利を得て輝き出しはするがとにかく一時は曇りかけることもあった実際その清き記憶もついには弱くなってきたおそらくジャンバルジャンは 落胆しかるに彼は愛を知って再び強くなったああ彼もまたほとんどコゼットと同じくよろめい,たよろめいていたのであるが彼はコゼットを保護するとともにコゼットは彼を強固にした彼によって彼女は人生のうちに進むことができたそして彼女によって 彼は徳の道を続けることができた。彼は少女の柱であった。そして少女は彼の杖であった。実に運命の均衡の測るべからざる犯すべからざる神秘さよ。